ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 ラスベガスグランプリ予選後のフェラーリ・ルクレールとサインツのコメントの話題です。シャルル・ルクレールは新しいラスベガスのコースで行われた予選でポールポジションを獲得し、その感触に興奮している。ルクレールはコースが気に入っており、マシンのフィーリングが快適だったと述べ、レースペースが良好であることから優勝を目指している。一方、チームメイトのカルロス・サインツは予選2位だったが、ペナルティのために12位からスタートすることになり、そのフラストレーションを感じているという。サインツは未知の領域での競争を楽しむことを期待している。チーム代表のフレデリック・バスールはこの予選結果をチームにとって非常に良い結果と評価し、ルクレールとサインツの安定したペースを称賛した。バスールは決勝レースでは様々なシナリオがありうると述べ、タイヤ戦略においてオーバーヒートよりもグレーニングへの対処が重要になると予想している。シャルル・ルクレール1番手、明日はポールポジションからスタートできることに興奮しているし、このコースは本当に気に入っている。ウィークを通じてマシンのフィーリングは快適だった。予想以上にオーバーテイクが難しいので、明日はいいバトルが見られることを期待している。レースペースはかなり良さそうだから、ポールポジションを優勝につなげたいね。カルロス・サインツ2番手、チームにとって素晴らしい予選だった。残念ながら明日はペナルティを受けるので、フロントローを確保することはできない。今感じているフラストレーションと怒りは簡単には消えないだろうし、この新しいコースでの競争力を見ればなおさらだ。でも12位から挽回するために全力を尽くすし、しっかりとしたレースができると確信している。未知の領域だが、多くのオーバーテイクがある楽しい日曜日になることを願っている。フレデリック・バスールチーム代表、この新しいラスベガスのコースで初めて予選でワンツーを達成できたことはチームにとって非常に良い結果だ。シャルルがフライングラップを披露し、カルロスもそのすぐ後ろで素晴らしいパフォーマンスを見せた。全てのセッションでトップタイムを記録できたことは大きな意味がある。残念なのはカルロスのペナルティで、彼はフロントローからのスタートにふさわしかった。ペナルティが不当なものであることは分かっているが、シャルル同様、彼はウィークを通じて力強く安定したペースをキープしていた。ポイントはレースで与えられるものだから、今は自分たちのことに集中しなければならない。このようなサーキットではセーフティーカーなど様々なシナリオがありうるからだ。レースではいい仕事ができると確信しているし、予選でトップ10に4台のフェラーリパワーユニットが入ったことも嬉しい。夜10時にスタートする決勝レースもコースはかなり冷え込むだろうから、タイヤ戦略としてはオーバーヒートよりもグレーニングへの対処が主な関心事になるだろう。 F1 ラスベガスグランプリ予選後のフェラーリ・ルクレールとサインツのコメントの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。